こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきたいと思います。今回はミルザーガーセミ、今回当たる3チームの中で一番弱いんじゃないかな。かといっても油断はできませんね。強い、ここに選ばれるってことは強いので、いきましょう。まどかなのかあやかが疲れている。している実は。サスケが意外とパッとしない。これがどう影響するかですよね。3枚カイバーで思い切り攻めていきます。相手の方が勝率高いんですね。フリッキングスタジアム。しまった。ミスは避けないと。取りました。さあ、クリアです。ファールです。ここでイエローカードですね。モアイエリチャンスです。直接狙ってくる。ホットビキーパー。前半はなかなかいいリズムで進んでます。祈りすぐ蹴った。もう一回チャンス。おー、バーに切られた。点がチャンスですが点が取れません。逆に初めてピンチ。あー、やっちゃった。ペナルティーキックを相手に与えてしまいました。サッカーは嫌な予感、このゲームは嫌な予感がしたら大体当たるんですよね。その前に ゴール前、これはゴールキックですね。ライン割ってしまいます。押してくれません。わー、嘘だろ。ゴールキッ
ます。かなり厳しい2点目になりました。前半終了直前、まず1点は返したい。早めに手当てしてあげないとね。両側はそんなに強くないんだよな。相手は守備を固めていきます。最後サツキうまい。さあ誰が切りに行くんだ。クルミだ。同点。勢いが一気に逆転しました。クルミのヘディング、底力。さあどうするかですね。守備がつくんだ。そして2本抜きと交換。あと30分です。2回目のペナルティーキックです。止めろ。止めろ。無理だ。また少し無視になります。絶望的です。ファール。こちらボールオンフリーキック。1点は取り返したい。どうやって。いいですね。丁寧。この緑がもったいない。しっかり掴んでいかなければなりません。ん？何？これも反則になる可能性ある。夏木がパワープレイ。リスクを背負ったパワープレイ。夏木が自身で。ああ、
ダメでした。夏希も当然思い切り帰らなければなりませんから、スタミナかなり消費しますね。キーパーが攻撃参加しましたね。あーっと、試合終わってしまった。あのチャンスは作るもののシュートまでゴールまで結びつくことはできません。ポストも痛かった。2回攻撃してるんですね。緑は抜いたところをシュート、これがわずかに右に添える。そしてその直後ペナルティキックエリアで決められてしまいます。ヒットを許して決められてしまいます。これは運が悪かった。詰められてますからね。ボールでチャンスをそれだけ作っているということで、さあここから反撃です。このパスから緑、そしてあっという間に同点です。さあ月からクリーンヒリング、うん、ですと思ったら後半23分また PK を許して決められてしまいます。これが結果的に決勝戦となりました。見てください、これ夏希なんですよね。キーパーまで攻撃参加して攻めていった、まあ、それも報われずに破れ去ってしまいました。シュートフォースは多いんですけどね。日本のペナルティキック、初めてですね。2回ペナルティキックを相手に与えて決められてしまったのは、クラーカリバーズは3点、上海クラブが2連勝ですね。得失点差で言えば1点差で勝っても上海クラブにはかなわない。いやそんなことはないか。ただ今回ミルーラザンビリに敗れてしまったため、アラマンティにミルザが勝てずに、つまり負けるか引き分けで、かつクラワカリバーズが上海クラブに勝つっていうことが突破の条件になります。ありがとうございました。ゲーム動画で行こう。